はい。いかがされましたか、マスター。今日は確かバレンタインデーと言いましたか。何期かの男性サーバントは浮き足立っているようですね。聖ワレンティヌスはどう思うのでしょうね。3世紀後半に死した聖人。ああ、そういえば聖ワレンティヌスの名を有する聖人は2人いるのだそうですよ。さらには自責定かならざる修道士もいたとか。現代ではいずれの聖職者かに由来する祝日としてバレンタインデーは定義されているのだそうです。さらに起源をたどるなら、そうですね、古代ローマにおけるルペルカリアや鳥のつがいが互いに愛を交わし始める日という言い伝えもありますが。ええ、そうですね、今を生きるあなたにとっては特別な日であるかと。ですからどなたか大切な方とお過ごしください。ここにいてはいけません。あなたは人を喜ばせる天才ですね。わかりました。では私も観念してあなたをもてなしましょう。実は休憩時間にしようと考えていたのです。菓子もお茶もちょうど用意したばかりです。さあ座ってください。私の話は退屈かもしれませんが、せいぜい付き合っていただきますよ、マスター。